奇妙な冒険ストーンオーシャン新情報解禁配信イベント、ご視聴くださいまして誠にありがとうございます。改めまして司会進行担当いたします松沢千秋と申します。よろしくお願いいたします。2021年4月、ついにアニメーション制作が発表されました。荒木裕彦原作によるジョジョの奇妙な冒険、原作第6部にあたるジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャン、本日は本作の新情報解禁配信イベントと題しまして、 YouTube より全世界へ本イベントの配信を行っております。タイトルの通り新情報解禁されますので、ぜひ最後までご堪能ください。それでは早速本日のゲストにご登壇いただきましょう。ジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャン空城ジョリーン役、ファイルーズ愛さんです。ジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャン空城ジョリン役のファイルーズアイです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いいたします。お願いいたします。では早速ね、おかけいただいて、はい、お話し進めてまいりましょう。さあ、ファイちゃんやってきましたよ、はい、ね、ついにですね、こんなに大きくストーンオーシャンのロゴが、ね、ドーンって出る日が来るなんて本当に、はい、嬉しいですし、このロゴの前に座れることがもう本当に私の人生で最大の誇りです、ね、はい、そのために本当ここに来たと言いますか、はい、まず振り返りますと4月4日のジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャンの制作発表、かなり反響あったと思いますが、はい、改めてなりますが、ジョースター家の一員となった瞬間、決定したお気持ちいかがですか。はい、そうですね、人生で夢が叶うことってどれだけ幸福なことかって思って、本当に今までしてきた努力だったり人との縁だったり全てのそういった要因が導いてくれたもので、そのジョジョとの出会いにまさしくストーンオーシャンのテーマである出会いの重力を感じましたし、もう言葉では言い表せないほどに嬉しかったです。もうありがとう、それしか言う言葉が見つからないという感じでした。はい本当にもともとお好きというか、そのためにね、はい、もうなんというかこの職業についてというか、そうですね、もうずっと学校に馴染めなかったり人生で辛い時に勇気をくれていたのがジョジョで、ね、特にそのジョリーンの姿を見ていろんな辛いことを、人生で辛いこととかも乗り越えられてきたので、ずっとジョリーンのそばにいたいって思ってて、ジョリーンを助ける役がやりたいって思って声優になったんです。あ、はい、で自分じゃこうジョリーンみたいな強い女性は演じられないんじゃないかってずっと思っていて、ジョリーンを助ける役が私には向いてると思ってやってきたんですけど、でもスタッフさんや、オーディションに送り出してくださったマネージャーさんは私ならジョリーンをできると思って信じて送り出してくれてて、それが
本当に叶って、ジョリン役というジョリンを一番近くにいられて、ジョリンを一番近くで支えられる役をやらせていただけることに本当にもう感謝しかないです。もう本当に、はい、あなたがジョリンですよ。 ありがとうございます。どうでしょう、ご家族やご友人とか、はい、周りの反応っていかがでした？いやもうすごかったですね、やっぱり友人からはもうメッセージがラッシュで来てて、ですし、やっぱり一番こう喜んでくれたのは、そばで支えてくれた親友だったり、あと母ですね。私がもうずっとずっと、もう徐々に出会った日からずっとジョリンっていう子がいてねとかもうこのシーンがこうでねとか、一緒にお願いアニメ見てねってずっとやっていましたし、それこそ私ジョジョの朗読を経て声優になってジョジョに出たいっていう思うようになったんですけど、ずっと、まあ、実家にいた時は自分の部屋で俺も行くんだよ夜中に声出して朗読したりしてたので、もうどれだけジョジョが好きかっていうのはもう本当に知っててくれてたので、はい、もう夢が叶って嬉しいって、もうすごい喜んでくれましたね、はい。余談ですけれども、私がファイルズさんに初めてお会いした時もずっとジョジョの話を話し、はい、確かに、ね、止まらなかったですよね。ね、止まらなかったですね。いろんなところで言ってるから、こう、友人たちも、このジョリン役が決まる前から、もうなんかこれなんかジョリンっぽいアクセサリー見つけたからあげるって言ってくれたりとか、もう本当にどれだけジョリンが好きかっていうのを知ってくれてたので、はい、祝福してくれました。いや本当に祝福しろですね、はい、嬉しいです、はい、本日はそんなね、ファイルズ愛さんとともに、まずはジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャン珍情報発表していきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まずはじめに私の方から本作アニメジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャンのあらすじをご紹介いたします。西暦2011年、アメリカフロリダ州、恋人とのドライブ中交通事故に遭遇した空女ジョリーンは罠にはめられて15年の刑期を宣告される。収容されたのは州立グリーンドルフィンストリート重警備刑務所、別名水族館。絶望の淵に立つジョリーンだったが、父から託されたペンダントを手にした時、彼女の中で不思議な力が目覚める。この世には死ぬより恐ろしいことがあって、それがこの刑務所で起こっているのは確実なんだ。ジョリーンの前に現れた謎の少年からのメッセージ。次々と起こる不可解な出来事、面会に訪れた父空城丈太郎から語られた恐るべき真実、そしてディオという名前。果たして空城ジョリーンはこの刑務所という石造りの海ストーンオーシャンから自由になることができるのか。そして100年以上に及ぶジョースター家とディオの因縁に終止符を打つ最後の戦いが始まる、はい、といったストーリーで、改めてお伝えすると、はい、そうですね、ジョースター家の因縁に、ね、そうなんですよ、終止符を打つ役割といいますか、はい、いかがですか、ファイルズさん。そうですね、やっぱり私がストーンオーシャンが大好きなポイントっていうのが、うん、まあ、ジョリーンが大好きっていうのもあるんですけれども、はい、今までのシリーズの中で一番こうシリーズの因縁が深い、うん、シリーズだと思っていて、はいはい、でそこでこうやっぱり1部から5部まで受け継がれてきたものがたくさんあるじゃないですか。それにこう決着をつけるっていうのはものすごく大役だと思うんですよ、はい、でジョリーンだからこそできたことだと思うので、うん、本当にジョリーンと一緒に奇妙な冒険をするのがもう本当に楽しくて楽しくて仕方ないです嬉しいよね、はい、ね。そしてシリーズ初となる女性主人公です今回、はい、ね、そのあたりも共感できたり、まあ、はい、もうジョリーンのこと大好きだから、ね、はい、全てをこうなんていうか好きだとは思うんですけれども、憧れるポイント共感できるポイントってありますか、ね、そうですね、すごく尊敬してる部分があって、うん、今までのこうジョジョの主人公たちって割とこう最初から、まあ、クールとまではいかないんですけれども、こう結構何でもできてしまうキャラが多かったじゃないですか、はい、でもジョリーンって、まあ、本当最初の時って、うんうん、いわゆる不良娘っていう感じで、うん、こう特に強い意志とかもなく、まあ、こうメソメソしていた部分が多かったじゃないですか、はい、でそれがこう父を助けるという
大きな目的意識を持つことで、誰よりもどん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 強くなっていく、肉体的にだけではなく精神的にも強くなっていく姿を見て、私もたくさん勇気をもらって、逃げずに立ち向かうことを学びましたし、はい、とにかく精神の成長の描かれ方が素敵ですね。そこですよね、はい、本当にどんどんいい女になっていくというかね、うん、そうですね、今までのこう、いろんな、ね、作品の中でヒロインっていうと、こうなんか守られてるイメージが強いじゃないですか、うん、でもジョリーンは本当に誰よりも果敢に立ち向かって戦っていきますし、はい、そのジョリーンの姿を見て憧れた女の子たちって、もう私だけじゃなく本当世界中にいると思うんですよ、うん、なのでそんな素晴らしいキャラクターを演じられることがもう本当に嬉しいです、うん、ね。またジョリーンはジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダースの主人公でもある空城城太郎の娘ということで、はい、父と娘のね、そうですね、やっぱりこう城太郎の娘感を、うん、やっぱり強く出したかったので、あ、はい、私はもうアニメはもう何回も何回もループして、うん、もう人生の BGM にしてるんですけども、うん、生きてる限りずっと家にいる時とかはずっとジョジョ流してるんですけどもう流す必要ないくらいだって焼き付いてるでしょ。でもやっぱりずっとジョジョを浴びて生きていきたいのでなのでもういつも見ているんですけれども、うん、さらにこうずっと城太郎を見て、城太郎の娘なんだっていう演技とかを学ぶためにね意識を持っていきました、ね、はい、そうなりますよね、はい、楽しみになってまいりましたが、はい、ね、長きにわたるジョースター家とディオの因縁に決着がつくというまさにシリーズの集大成と呼べるストーリーになっております、はい、そんな本作、まずは新情報解禁配信イベントということで、制作に携わるメインスタッフの発表をここでさせていただきます。はい、はじめに本作の総監督から発表いたします。本作の総監督を務めるのは鈴木健一総監督です。鈴木総監督はこれまでジョジョの奇妙な冒険ファントムブラッド、ジョジョの奇妙な冒険戦闘潮流、ジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダースでシリーズディレクターを担当しました。続いて本作の監督発表いたします。本作の監督を務めるのは加藤俊之監督です。加藤監督はこれまでジョジョの奇妙な冒険ダイヤモンドは砕けないでシリーズディレクターを、また岸辺露伴は動かないアニメーションシリーズでは監督を担当しました。続いて本作のシリーズ構成を発表いたします。シリーズ構成を務めるのは小林靖子さんです。小林さんはジョジョの奇妙な冒険アニメーションシリーズファントムブラッドから黄金の風までのシリーズ構成を担当しており、本作ストーンオーシャンにもシリーズ構成として参加していただきます。続いて本作のキャラクターデザインを発表いたします。キャラクターデザインを務めるのは篠正則さんです。篠野さんはこれまで数多くのアニメーション作品で作画監督を担当されておりますが、ジョジョの奇妙な冒険アニメーションシリーズに参加するのは本作が初となります。続いて本作のスタントデザインを発表いたします。スタンドデザインを務めるのは石本俊一さんです。石本さんはダイヤモンドは砕けないでサブキャラクターデザイン、岸辺露伴は動かないでキャラクターデザイン、黄金の風では創作画監督を担当しておりました。続いて本作の音響監督と音楽を発表いたします。音響監督を務めるのは岩波義和さんです。そして音楽を務めるのは菅野優吾さんです。岩波さんはジョジョの奇妙な冒険アニメーションシリーズファントムブラッドから黄金の風までの音響監督を担当し、菅野さんはスターダストクルセイダース、ダイヤモンドは砕けない、岸辺露伴は動かない、黄金の風の4作で音楽を担当しております。そして本作のアニメーション制作は歴代ジョジョアニメーションシリーズを作り上げてきたデイビッドプロダクションが引き続き担当いたします。長い間アニメーション制作をね担当してきた歴代スタッフが再び集結する形となりました。さあファイルズさんいかがですか。いやもう無意識に敬礼のポーズ取っちゃいましたもうだってもうちょっとね、じゃあ落ち着きます。はい、うん、やっぱりこう毎週毎週ジョジョのアニメが
放送されるときリアルタイムでテレビの前で今か今かといつも楽しみに見ていて、私の人生の生きる糧だったんですよ。やっぱりこう長くジョジョはアニメ化されないんじゃないかみたいな不安もあった中で、最初にファントムブラッドがアニメやりますってなった時にもう本当に嬉しかったのを記憶していますし、ファントムブラッドのオープニングでデレデレテテテのとこで一瞬ジョリーンが映ったんですよ、はい、私はもう絶対6部はやってくれるって、こう一瞬でね、こう1部から6部までのキャラクターたちが出てきてたので絶対やってくれるって信じてたので本当に嬉しかったですし、このそうそうたる皆様が6部の制作に携わってくれることがもう本当に嬉しくてたまりません。いや、あのクレジットにまた自分がそこの一部になるというか並ぶということになりますから ね。いや、本当に声優を目指した時に、うん、もうストーンオーシャンに出れたらすごく嬉しいし、うん、ジョリーンを助ける役ができたらものすごく嬉しいけれども、もしご縁がなかったとしてもこう名前のない役でも、うん、そのエンドロールに名前が載るだけで、うん、もう7部のスティーブン・スティールのように新聞の隅に名前が載るだけでっていう本当そういう気持ちだったんですよ。なのでこのようなね素敵な場に来ることができて、もうさっきから嬉しいしか言ってないんですけど、ハッピーウレピーです、はい、ありがとうございます、はい、すごいこれでもかと伝わってくるコメントですがさあ、そして他にもメインスタッフとしてこちらの方々でご参加いただきます。サブキャラクターデザイン土屋圭さん、プロップデザイン新妻大輔さん、宝谷幸俊さん、美術設定滝玲希さん、長沢純子さん、渡辺由里子さん、美術監督渡辺圭人さん、色彩設計佐藤博子さん、撮影監督山田和弘さん、編集広瀬清さん、 CG プロデューサー浜中豊さん、CG ディレクター宍戸幸太郎さんとなっております。改めてメインスタッフはこのようになっております。さて、今ご紹介したメインスタッフを代表して本日はこの方にお越しいただいております。本作の総監督を務められます鈴木健一総監督です。どうぞ。総監督の鈴木です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、はい、おかけいただいて、はい、早速始めてまいりますが、まずは鈴木総監督はスターダストクルセイダースでシリーズディレクターを務めて以来、本作で再びジョジョの奇妙な冒険アニメーションシリーズに帰ってまいりまして、はい、改めて携わることへのちょっと気持ちをいただいてもよろしいですか。まあ、単純に因縁が終わるので今までのシリーズの、はい、なのでまあ嬉しいっていうことと、まあ早く作りたいなっていう、うん、あと昔のキャラクターに会えるのでまあ早くやりたいなっていうのがまあ最初の印象でしたね。そうか、再会になりますもんね。そうなんです、うんね、シリーズ集大成、そしてまた歴代シリーズを作り上げてきたスタッフが集結しておりまして、どういった体制で制作に臨んでいらっしゃるんでしょうか。体制ですか、うん、体制は、まあ、今まで特に変わることはないんですけれども、うん、新しく入った方々もおられるので、はい、まあ、その人たちにはこういう特徴で作品作ってますよっていう、うん、まあ、説明をさせていただいて、まあ、日々作ってるって感じですね、うん、今回は特にこう、ね、女性陣が増えたこともあったり、あと新しいスタッフの方もいたり、ちょっとこう、ね、新しい風もありますよね、うん、そうですね、うん、まあ、今まであんまりなかったんですけども、女性スタッフにいろいろ聞くようになりましたね。これってどう思うとか、この色ってどう思うとか、これ気持ち悪いとかってよく聞いて、反応を伺って作ってますね。ちょっと気になるのが、今回のストーンシャンって結構こう女性同士のこう際どい会話だったり、生々しい面もあると思うんですけれども。そうですね、まあ、その辺はやっぱり監獄なので、はい、基本的には変更せずに、やっております。はい、じゃあシーンの会話もこのシーンのやり取りも忠実に、あら、いろいろ言っていただいてます、はい、楽しみですね。それこそガヤ撮りというか、はい、
ぱの時とかは、うん、あの女子刑務所なので結構なんかもっと品悪くだったり、そうですね、そういうディレクションをいただいたりしてて、そういう細部までのこだわりも感じました。あの街とかだと普通の会話で結構賑やかにガヤつけるんですけど、はい、あの一応刑務所なのであんまり主語禁止じゃないですか、はい、だから本来はシーンとしちゃうんですけど雰囲気出ないので、はい、あのボソボソと喋ってもらったりとか、あと、まあ、汚い言葉でよろしくっていう話でしてます。ちょっとあのね、ひりつくような雰囲気とかね、ますます楽しみになってまいりましたが、ではね、そんなお二方とともに今度は新情報の解禁に再び移ってまいりたいと思います。ではメインスタッフ情報に続いて、ジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャンキービジュアルもこの場で発表させていただきます。こちらです。あー、ごめんなさい、声が出ちゃった。ちょっとちょっとファンみたいに、あーやばい、あー泣いちゃうな、これは。だ、1分休みたい。ちょっとじゃあまずクールダウンしてきたいぐらい、じっくり見ていただいて、はい、近くで見ます。ガオンして空間削り取ってモニターここに持ってきたいですね。はー、今行った方がいいですか、感想、うん、てか今行って。あのラフはあの見せていただいてたんですよ。色がついた状態で見たのが初めてで、うん、この一点透視図法の構図の一番向こうに、はい、父さんがいるのがもう本当に最高すぎますね。これはすごいとこついてきた、ね、目標までのこの道のりのように感じられて、はい、この一枚絵の中で仲間たちの絆やそのシリーズのこうなんだろう、ストーリー性をすごく感じました。総監督いかがでしょう。いや、あのかっこよくできたんじゃないかなと思います。今回あの縦型じゃなくて横型で 作りたいとバーナーさんの方から話がありまして、まあ、じゃあ横でっていう話で、今まで多分ジョジョのシリーズ全部立ってたと思うんですよね。で今回ストーンオーシャンはあの横で行きましょうという感じで、篠野さんに書いていただきました。あのかなりかっこいいと思ってます、はいはい、一生見れるなこれは。これでもあの、ね、多分ポスターとかになるんじゃないですかね、わかりますけど。楽しみです。はい、また天からのカットみたいなね。そうなんですよ、ね、この見つめる先に何があるのかっていう想像力をかきたたせてくれるような構図も素晴らしいですね、はい、あとやっぱりこうアニメのカラーリングでこう色のついたキャラクターたちってやっぱ原作ファンは絶対見たかったものなので、うん、こうあのメインキャラクターたちがこう出てきてくれるのは本当に嬉しいです、はい、ね、こちら空城ジョリーン、そしてエルメスコステロ、フーファイターズエンポリオアルニーニョ、ウェザーリポート、ナルシサーナスイ、そして空城ジョータロウのイラストが描かれたキービジュアルとなっております。アニメーションとしてどのようにキャラクターが動いていくのか気になるところですが、さらに本日はジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャンの PV を初解禁いたします。動く映像は世界初公開となります。それではご覧ください。15年、私の青春が15年当法廷は被告ジョリーン空城を15年間州立グリーンドルフィンストリート銃警備刑務所にて収容するものと確定する。何やったの、なんでパクられた。無実よ。本刑務所は警備ラベル4マキシマムセキュリティ。刑務所じゃ最低でも100か200ドルは持っていかないと生命に関わる。何なの、いろんなことが起こりすぎる。明日の昼 あなたに面会人が来る。絶対に面会室に行っちゃいけないんだ。何これ。お守りのようだよ。いった、離婚した君のお父さんが娘の君が困った時に渡すようにとお母さんに言ったらしい。全てはこの男が仕組んだものだ。あの交通事故も。あそこの明かり窓から飛び降りたらさ、死ぬと思う。
この刑務所に送られる直前、私はあれを拾ったんだ。ジョリー、俺はここからお前を出すために来た。なんなのよこれは。手に入れたらしい。それがスタンドだ。ストーンフリー、私はこの石の海から自由になる。いかがでした？鳥肌がすごいです。いや本当にこう、なんだろう、なんかすごい壮大すぎても言葉が出てこない。さっきでも PV 見ながらいっぱい言葉出てました。いやなんかもうまとめられないです、この感情は。確かにちょっと泣き声みたいになってましたけどね。本当に、いやもうどれだけこうね、うん、あの待ち望んでいたかっていう、もう私だけじゃなく、もう画面の向こうのあのジョジョを愛する皆さんが待っていたものだと思うので、もう皆さんと今気持ちは一緒です。はい、ね、動いて、はい、声もして、はい、ね、いや監督いかがでしょう、総監督として。いや大変です。でもなんかの楽しんで作れてるので、うん、なんか、面白いですね。若くして早く先を作りたくて、うん、なんか仕方ない感じですね。今の PV だけでも動きであったりとか、はい、情報量がボリュームあったんですけれども、はい、とにかく音楽もすごくて、はい、その音楽とこの映像がすっごいマッチしてて、はい、そこもジョジョのアニメの魅力なんですよね。ですし、こう見たいところ、ファンの見たいところをすごい心得ていらっしゃるだって思いましたね。そう、今回初メインテーマもね解禁となりましたからね、はい、そうですね、戦う女性主人公、力強さを感じましたし、なんだろう、こうジョリーンの置かれてる状況だったり、そこからこう立ち上がっていこうとする強さだったり、父親譲りの一面がこの PV にも、見て取れたので、早く早くも続きが見たくて仕方ないです。総監督としてはこだわりを、ね、もうなんだろう、抱いている点だったりとか、あとそのメインテーマだったりとかはいかがですか？まあ、前がイタリアだったので、まあ、今回あのアメリカに舞台が変わるので、一応まあアメリカを感じるような曲ということで菅野さんにお願いしていて、まあ、ちょっとジャジーな感じ、ジャズっぽい感じでちょっとお願いしているということと、まあ、ジョリーンが娘ですから、ちょっとそのスターダストの感じも雰囲気としては出したいという話をして、お願いしていましたので、曲がった時はかっこいいなっていうふうに、普通に音楽は楽しみだなって本当に思いましたね。早く、全部こう作っていって一歩と当てていきたいなっていうふうにすごく思いましたね、劇版聞いた時には。そうですよね、どこかにやはり丈太郎の遺伝子を感じるというか、それは結構すごく意識してやってます。あの通常以上に、原作以上にそのお父さんの存在を、意識して、ジョリーに、アニメ版のジョリーには意識してそれを盛り込んでますね。これはアニメ本編ますます楽しみですね。はい、そしてさらに新情報は続きます。先ほど PV 内でも使用されておりました、ここで本作のメインキャラクターを演じる新キャストの発表をさせていただきたいと思います。こちらです。Thank you.
に新キャスト6名が発表となりました。そして本日は先ほど解禁されたキャストよりこちらのお二方にお越しいただきました。エルメス・コステロ役田村睦美さん、フーファイターズ役伊勢マリアさんです。どうぞ。ではまずお一人ずつ自己紹介とご挨拶、田村さんからお願いいたします。はい、エルメス・コステロ役田村睦美です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続いて伊勢さん、お願いいたします。はい、フーファイターズを演じさせていただきます伊勢マリアです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それではおかけいただいて早速お話進めてまいりましょう。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。どうですか。ね、キレキする。いや、緊張しますけど、はい、綺麗な色ですね。本当に、ね、鮮やかで、ね。では改めてまず田村さんから、エルメス・コステロは、ね、ジョリーンが刑務所で出会った明るく情に熱いキャラクターということで、はい、まあ、役に決まった時の感想などからいただいてもよろしいですか。はい、まあ、もう叫びましたよね。あの携帯電話、あ、いや、電話越しに、はい、あの発表されたんですけど、マネージャーに、うわっつってね。やっぱあの小学校の時にあの本誌でちょうどストーンオーシャンがやってて、はい、あのそれを読んでいたの で、 でこういうかっこいい女性いつか演じられたら嬉しいなってすごく思っていて、であのジョジョのオーディション自体はあの何度か受けさせてはいただいてたんですけど、まあ落ちてましたよね。でもこのために落ちていたのかなっていう、うん、はい、エルメスやれてめちゃくちゃ嬉しかったです。はい、出会いの重力ですね。はい、いや、そうですね、はい、私も嬉しいですというか、当時連載時から読んでてやっぱりエルメスってこうかっこいいなっていう、ね、かっこいいですよ ね、 ね、なんかあのジョリーンを常に助けて、うん、でなんていうんですかね、あのかっこいいけどちょっとこうお茶目 な、うん、なんか女性らしいところもいっぱいあったりとかして、はい、すごく演じがいがあるなって思って、ね、なんかそういう役をやらせていただけるようになったのが本当に嬉しいですね。うん、今の佇まいもちょっとエルメス感ありますものね。本当ですか。確かに、ね、かっこいい、なんか、かっこいい、ね、そう、ね、足元も現場でも結構なんか場を明るくしてくれたりとか、こう、あの私がやっぱ一番新人なので、うん、フォローしてくださったりとかして本当にだんだん本物のエルメスに見えてきました。本当に嬉しい。こんな感じです。そんな感じですね。さあ、そして伊勢さん、はい、フーファイターズもいいキャラクターですよね。そうですね、あの私も以前のシリーズであの何度かオーディションを受けさせていただいたことがあって、本当にもう受かったっていう連絡をいただいた時は外だったんですけど、うん、やったそんなに叫んでしまって、やっぱりその合否の連絡が来るまでも生きた心地がしないぐらい本当に並々ならぬ思いでオーディションを受けさせていただいてて、やっぱり私もあの初めてので小学生の時だったんですけど、あのいとこの家にジョジョの原作漫画がありまして、なんかあの読む用と保存用、なんか全部2巻ずつあるぐらい本当にジョジョが大好きで、その影響もあって私もなんかその夏休みとかいとこの家に行くとやっぱ漫画読んでたりとか絵を描いたりしてたんですよ。だから本当にアニメも本当に前のシリーズから見させていただいてたので、まあ、一ファンとしても大好きな作品だったのでものすごく嬉しかったですね。またジョリーンがね、刑務所で出会う、はい、謎めいたキャラクターというね、いや楽しみです、ね、もうあのフーファイターズが、うん、もうあのすごく好きで、まあ、エルメスも大好きなんですけれども、はい、あの私先ほどずっとジョジョの朗読やってたって言ったじゃないですか、その時によく演じていたのがフーファイターズだったんですよ。であのもちろんオーディションではフーファイターズも受けさせていただいたんですけれども、あの伊勢さんのフーファイターズを聞いた時にもうぴったりハマったんですよ。私がいつも漫画を読みながら思い浮かべていた声だと思って、エルメスもそれで、嬉しい、本当にあの、ね、最初にこう現場でお会いして
聞いた瞬間にもう一気にそこがグリーンドルフィンストリート重警備刑務所になってもう早くしたすごいさらっと当たり前のようにねもう出てくる、はい、もうそのぐらいもうお二人の存在感がキャラクターと合致していて素晴らしかったです。嬉しい、はい、選んでくださってありがとうございますね。まあ、こうして3名本日揃いましたがすでにアフレコの方も始まっていると伺いまして、はい、どんな感じで一体もう空調どれだけ下げてもめっちゃみんな汗かいてるみたいな感じですよね。そうですね。なんかやっぱりすごく現場の雰囲気を、うん、あのファイちゃんが、うん、あのファイちゃんで呼ばせていただいてるんですけど、はい、ファイちゃんがすごく盛り上げてくれて、うん、やっぱりジョジョのいろんな知識とか、うん、あとそのアフレコ終わった後に、うん、なんかあの LINE グループを作ってくれて、はい、なんかジョジョのスタンプでみんな応酬し合うみたいな本当に放送前からすごくいいチームワークを、うん、はい、作らせてもらってるなと思います。という間に仲良しになって、うん、今日も3人で髪にキラキラ入れたら可愛くないですか、ね、って言ってお揃いにしたんですよ。ラーメン持ってきてくれたんですよねそうみんなピカピカしてる。そうなんですよ。見えるかなって感じで、うん、あとはやっぱりね、うん、もうなんだろう、こうお芝居で引っ張ってくださってる部分がすごく多いので、こう私がやっぱりまだ経験も浅い身なので何回かこうやり直しさせていただく時 もう大丈夫だよ大丈夫だよってこう後ろから背中を押してくれて、やっぱり私一人ではジョリンっていうキャラクターは作れなくて、スタッフの皆さんやこう演者さんがみんなで一緒にジョリンを作ってくださってるっていう風に印象を受けました。でもファイちゃん あの本当にジョジョの知識がすごくて、なんかあのちょっとあれこれってこうで合ってるっていうようなやつをあの音響監督からなんか質問があったりとかそれをファイちゃんが答えるみたいなそういうシーン ね、なんか普通は演者の方が音響監督とかディレクターさんにこれってこうですかって聞くことが多いんですけど、なんかここの現場に関しては音響監督からこれって合ってるってそのファイちゃんにみんな聞くみたいないやもうジョジョに関してはウィキペディアにページ作れるぐらい詳しいと思ってますすごいすごい総監督としてはいかがでしょうか、現場の雰囲気であったり。まあ、あの今までずっと男性が多かったので、あのすごく華やかな現場になってますね。そうなりますよね、はい、いつだったかあのファイルスさんが本番前に、はい、さあじゃあオラオラしよっととか言ってたからもうこっちがみんなですごいこんなん聞いたことないよねオラしよっと可愛いあと皆さん女性なんで背が低いのであのマイクがみんな低いんですよね。だからこっち側から見るとあの皆さんがこうやっててるところは姿がすごく見やすいです。男性だとみんな高いのであんま見えにくいんですけど、今回はなんか女性なので常にマイクが低いなっていう感じがしてて、監視とかでね、うん、男性とかいらっしゃいますけど、そうですね、うん、なるほどな。しかしこう、まあ、女性が多いといってもやはりジョジョ、うん、あの特にこのストーンオーシャンもそうなんですけれども、全部セリフがこうほとんど叫びのようなボリュームありますよね、うん、いやそうなんですよ、もうずっと喉スプレーあーあーって言いながらやったり、そうなんですよ、ね、でも逆にこう音番会じゃない時もあるんですね、そういう時はこうなんか今日ちょっと叫び足りないなっていうぐらいもうなんかだんだん慣れてきちゃって、もうスタッフさんともうずっとジョジョの話をしてその残った元気を発散させてるっていうことをしたりしてますね。終わった後も3時間ぐらい残ってるんでしょ最長3時間3時間そんなにラビングも見学しに来て本当にすごいな、もう大好きでジョジョの現場に来るたびにもう空気吸えるだけですごい嬉しいですし、もう第1話の時はもうし緊張しすぎてなんか前日から痛覚がなかったんですよ。どういうことなんか本当になんかぶつけても痛くないしみたいな、本当に緊張しすぎるとこうなるんだっていうので初めて聞いたけどそうなんです。あとやっぱジョジョならではだなって感じるのが、こうそれこそ結構こうなんだろう、小声で話すように指示があったりするシーンとかあるじゃないですか、もうシーン的にこう監視にバレないようになったりっていうこともあったりするんですけど、まあこう
あの音響監督の岩波さんに、ここ小声ってどのぐらい小声にすればいいですかね、うん、って私とね、むつみさんで聞いたら、うん、返事が徐々に小声はありませんって言われた。小声チックには話したけどね。小声チックにしたけれども、うんうんうん、最終的に張るっていうね、まあ、そこそこあのウィスパーで声がでかいみたいな。そうそうそう、感じで本当にそれがもう徐々ならではだなって感じました。そうですね、徐々ならではといえばやっぱあのなんとかじゃあないっていう、ね、あれに苦戦してる人はやっぱり多いですよね、うん、私もそうね、うん、その度に岩波さんが本当にこの現場だけのスキルで申し訳ないんですけれども、青を立ててくださいって、うん、おっしゃってて、そうですね、あと小さいつが多かったりとか、あ、確かに、つ、そうですね、必ずありますね、うん、あとなんか効果音みたいな、うん、なんか言葉も、うん、なんか全部その台本通りとか文字通りのなんかアドリブっぽいセリフもなんかそのまま読んでくださいみたいな、だから結構こういうシーンで本当だったらあとかこうね息っぽいのをうわっみたいな、はっきり言ってうわーって書いてあったらうわーって読む。 それもなんかジョジョならではだなって思いました。結構なんか締められたりひどい目に遭ってることが多かったので、グエとかゲーみたいな、はい、そのまま読んでるのがすごいちょっと個人的にはツボでした。そうですね、あとバトルしながらこう説明してたりとかもありますもんね。 ありますよね。特になんかエルメスは食らいながらすごい説明してたりするので、なんかそこがまあ見せどころかなみたいな、めっちゃ熱くなりますけどね。楽しみだな。総監督いかがですか。まあ、あのいつもだいたい叫んでいただいてるんですけど監督どうですかって聞かれるので、もう1段上げてくださいっていう。ありますね、はい、お願いしてるので、うん、そうするとみんなだんだん上がってきて、あのみんなこっち側でもいや徐々になったねっていう風にで歴代大体みんなあのブースから出てくると暑かった暑かったってみんな言ってるので、まあ、今回もまたそんな風になってるなと、はい、思いました。それは汗だくになるわけですね。汗吹き出てますね。まあ、アフレコもそのように順調に進んでいるということで、本編も気になるところですが、先ほどの PV も感想など伺ってもよろしいですか。改めていかがでしたでしょうか。めちゃくちゃかっこよかった。かっこよかった。もう興奮しちゃって、うんうんうん、なんかとにかく音をもっとちゃんと近くで聞きたいから、すごいこうテレビ画面にすごい近寄って近寄ってね、音聞いてね聞いちゃいました。あのやっぱあの刑務所だなって感じがして、うん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 、すごいワクワクしましたね。音楽がかっこいい。かっこいい ね、うん、ね、音楽かっこいいよね。かっこいい、めちゃくちゃかっこいいですね。楽しみです、うん、本当に。あとはストーンフリーもここで映像一部ね公開されましたね。何も言えない。もう良すぎて、もうあのやっぱスタンドのディテールの細かさが、ね、もう本当に大好きなんですよ、うん、もうだからこそあのアニメのジョジョのシリーズのスタッフさんにはもう本当にもう敬意を表するって感じなんですけど、うん、もうそれに尽きます本当に、はい、いやしかし今回も描いていくの大変そうですね。総監督今回多分一番大変な感じがしてますけどね、うん、あのカロリーが高い感じしてます、ね、はい、細かいですからね。そうですね、なので、まあ、あんまり細かいことは言いませんけれども、ちょっと家具には不可能なやつもいっぱいあるので、うん、まあ、いろいろトンチを使ってやってますけども、はい、それこそやっぱりジョリーンのスタンドストーンフリーは糸じゃないですか、はい、その糸の持つなんかしなやかさと集まった時の力強さっていうのの描き分けがものすごいので、もう本当に一作品のファンとしても本当に楽しみです、うん、ですね、はい。そして本日はこの場にいらっしゃらない新キャストの中から一部ビデオメッセージをお預かりしております。皆さんこんにちは、エンポリオアルニーニョ役を演じさせていただきます種崎あつみです。私はあのストーンオーシャンはあのもちろん全部読ませていただいてるんですけども、それを読んだ時に一番心を惹かれたキャラクターがエンポリオだったので、役が決まったって聞いた時には本当に光栄でとても嬉しかったです。あの以前あの岸辺露伴は動かない
六壁坂で大里直子役で出演させていただいたこともあったりしたんですけども、その時にも自分がこのジョジョのシリーズに携われる日が来るなんて思ってなかったので、やったーって思ってたんですけど、まさか今回エンポリオ役を任せていただけるだなんて、もう本当に光栄です。本当に嬉しいです。でもうアフレコも始まっているんですけども、ジョジョの現場ならではのディレクションがたくさんで、でキャスト陣の激アツなお芝居を間近で感じられて、なんかもう本当に毎回楽しくって、この現場にいられて幸せって毎回思ってます。いや本当に幸せです。そしてですね、あのファイルーズ愛座長がですね、ジョジョ愛が本当にものすごいので、なのでもうそれに負けないように、もうついていけるように、あとジョリンお姉ちゃんを何でしょう、精一杯支えられるように、あの頑張って演じていきたいなと思っております。放送まで楽しみにお待ちいただけたら嬉しいです。これからどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。エンポリオ役種崎あずみでした。皆さんこんにちは、ウェザーリポート役の梅原雄一郎です。今回ウェザーリポートを、演じさせていただくことになりまして、正直ですね、オーディション時は全く受かると思っておりませんでした。記念に受けられてよかったななんて思っていたら、まさかの、ウェザーリポート役ということで、まあそうですね、歴史のある作品ですし、ファーストシーズンの放送時にはですね、僕まだ声優ではなくて普通に一視聴者として見ていたので、まさか、ジョジョに関われるとは思っておりませんでした。皆さん期待している作品だと思いますし、それに応えられるかどうか正直不安でいっぱいです。アフレコも進んでおりますが、未だになんでウェザーリポート受かったんだろうっていう不思議だななんて思いながら、迷いつつも、全力で演じさせていただいております。まあ、役が決まってからですね、原作の方も読ませていただいたんですけれども、なんか一巻を読んでる時に、あれこれどっかで読んだことあるなって気づいたんですよね。なんとですね、大学生の頃、確かまだファーストシーズンとかアニメが始まる前にですね、漫画が好きな友達の家に行って、膨大な漫画の中からなんとなく選んだ一冊が、このジョジョの、第6部だったわけですね。なので、あ、こういう巡り合わせもあるんだなということをですね、感じました。まさか、当時はですね、ウェザーリポートを受けることになるとは、思っておりませんでしたので、そんな運命も感じております。アフレコも始まっておりまして、とても熱量のある、きっと皆様、楽しんでいただける作品になっていると思いますので、ジョジョの奇妙な冒険ストーンシャン、どうぞよろしくお願いします。皆さんこんにちは、ナルシソアナスイ役の並川大輔です。今回この大役を、やらせていただくということで、非常に今からですね緊張しているんですけども、これ実はオーディションでして、オーディションの時はよく覚えてました、覚えてましたってまるで死んだ人みたいになってますけども、よく覚えてます。なんていうんですかね、こうテープオーディションっていうのがあって、一回こう書類審査みたいのがあるんですね。その後、まあ、セリフを聞いてもらって、その後スタジオに呼ばれて、今回オーディションさせていただいたんですけども、そのスタジオの時にこうバーって、まあ、どこのシーンかというよりも、まあ、演じさせてもらったんですね。その時によく覚えてるのが、非常に気持ちよくやらせていただきました。もうなんかすごく素敵な役なので、少しでも演じることができたら嬉しいなって言って、ちょっと満足感があるぐらい、落ちる受かるは別として、演じさせていただいたんですけど、したら合格という、お知らせが来まして、逆に今はプレッシャーを感じております。やっぱりすごく歴史ある
作品ですし、ファンの方が、多い作品でもありますので、皆さんの期待に応えられるよう頑張っていきたいななんていうふうには思ってるんですけども、あの原作もですね、まだ途中ですが読ませていただいております。非常にあのアナスイというキャラクターはまあちょっと神秘的でちょっと怪しくて、でも強いところはしっかり強くてみたいな、非常にいろんな顔を持っているキャラクターなのかなと思いますので、皆さんのお気に入りのキャラクターになるように精一杯演じていきたいと思いますので、どうぞオンエアを楽しみにしててください。それではまたどっかでお会いしましょう。波川大輔でした。種崎敦美さん、梅原雄一郎さん、波川大輔さんからのコメント動画ご紹介させていただきました。さて、あっという間ではございますが、お時間迫ってまいりました。最後にアニメジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャンの配信情報、そして放送情報を発表させていただきます。2021年12月よりネットフリックスにて全世界独占先行配信開始いたします。そして2022年1月より東京 MX、MBS、BS11 にて放送開始予定です。いよいよ本当に始まりますね。はい、楽しみですか。もう一ファンとしてもすごく楽しみです、うんうんうん、はい、テレビで、はい、そして全世界で、はい、全世界、全世界ですよ。すごい、アニメになることで、まだ原作を読んだことがなかった方にも知っていただけるじゃないですか、はい、そうなった時に私が昔ジョリーンに対して憧れの気持ちを抱いたみたいに、アニメでジョリーンを見て憧れの気持ちを抱く人たちが増えたらすごく嬉しいなって思います。ここから入る方もいらっしゃいますからね。はい、楽しみです。続いていくつかお知らせがございます。まず原作情報です。現在ジョジョの奇妙な冒険シリーズ第8部にあたるジョジョリオンがウルトラジャンプにて好評連載中です。8月19日発売のウルトラジャンプ9月号ですが、ついにジョジョリオンが最終回を迎えます。ラストまで見逃せない展開、ぜひ本誌でご覧ください。またジョジョリオンのコミックスは第1巻から26巻が好評発売中です。こちらもぜひチェックしてください。そしてイベント情報です。ジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャンのアニメ化を記念して渋谷ナンバで開催していた特別イベント、ジョジョ新たなる旅立ちが大分横浜でも開催いたします。8月13日金曜日から22日日曜日までの期間、アミプラザ大分にて、9月中旬からはマルイシティ横浜にて開催いたします。詳細はメディコスエンターテインメントのホームページ、公式ツイッターをご確認ください。名残惜しいですが、はい、まだまだお話もたくさん聞きたいところですが、お時間迫ってまいりまして、最後に皆様からメッセージを頂戴してお別れとさせていただきます。まずは伊勢さん、いかがでしたでしょうか。はい、なんかキャスト発表がすごく待ち遠しくて、本当にすごく私自身もなんか放送が待ちきれない思いでいっぱいですし、本当に全世界にたくさんのファンがいらっしゃると思うので、どうぞ期待して待っていてほしいなって思います。今まで のシリーズに負けないぐらいの熱量を、今回も放つ作品にしていきたいなと思っております。頑張ります、うん、ありがとうございます。続いて田村さん、いかがでしたか。はい、今回はキャスト発表ということでね、まだ放送も配信もされていないのでネタバレとか禁止だったじゃないですか。だからこう放送とか配信されて、みんなでジョジョを語り合えるような環境になって、またこういう機会があったら嬉しいなって思います。もう間違いなく面白いので、ぜひ期待して待っていてください。はい、ありがとうございます。続いてファイルズさん、いかがでしたか。はい、これまでのジョジョの奇妙な冒険シリーズすべてもちろん見てきたんですけれども、どのシリーズにも共通してやっぱりスタッフの皆様、演者の皆様がジョジョに対する愛と敬意をすっごくすっごく持って作ってくださっていて、
このストーンオーシャンの現場でもそれをものすごく感じていて、細かいところまで のかける時間だったり愛情だったりって、やっぱりそれだけの情熱がないとできないものなので、このような素晴らしい作品に携われて本当に本当に嬉しいですし、やっぱり愛イコール理解ということでね、私もこれからも愛を持ってジョリーを演じさせていただきたいなと思います。放送や配信までもうしばらくお時間ありますが、ぜひ楽しみに待っていただければと思います。ありがとうございます。では最後に鈴木総監督お願いいたします。はい、頑張って作ってます。長いシリーズですけれども、待てることなく最後までクオリティを維持しつつ頑張りたいなと思ってます。よろしくお願いします。ありがとうございました。以上でアニメジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャン新情報解禁配信イベント終了とさせていただきます。改めてシリーズ集大成として制作しております本作の完成、楽しみにお待ちください。ここまでご覧いただきありがとうございました。キャスト総監督の皆様とお送りいたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。15年、私の青春が15年当法廷は被告ジョリーン空城を15年間州立グリーンドルフィンストリート中警備刑務所にて収容するものと確定する。何やったの？なんでパクられた？無実よ。本刑務所は警備レベル4マキシマムセキュリティ。刑務所じゃ最低でも100か200ドルは持っていかないと生命に関わる。何なの、いろんなことが起こりすぎる。明日の昼、あなたに面会人が来る。絶対に面会室に行っちゃいけないんだ。何これ？お守りのようだよ。いった！離婚した君のお父さんが娘の君が困った時に渡すようにとお母さんに言ったらしい。おやち。死ぬより恐ろしいことがあって、それがこの刑務所で起こっているのは確実なんだ。全てはこの男が仕組んだものだ。あの交通事故も。いた。あそこの明かり窓から飛び降りたらさ、死ぬと思う。この刑務所に送られる直前、私はあれを拾ったんだ。ジョリー、俺はここからお前を出すために来た。何なのよこれは。手に入れたらしい。それがスタンドだ。フリー、私はこの石の海から自由になる。